なんか蛇柄だからマダムとかが履いても似合うんじゃないかなーか。なんか蛇柄だからマダムとかが履いても似合うんじゃないかなーか。どうもプガバリです。新年明けましておめでとうございます。昨年はご視聴いただきどうもありがとうございます。そして、協力してくださった方々もどうもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2月にねヘビ柄のフォースワンのローカットを発売するっていう噂を聞いたんで、そのヘビ柄のフォースワンではないんですけど、自分の持ってるヘビ柄のフォースワンを紹介しようと思います。今回紹介するスニーカーはこちらです。エアフォースワンプレミアムです。サイズが US13 31cm です。ボックスがこんな感じです。2000年前半とかでしたっけ、2003だか4とかその辺とかが。では早速開けてみたいと思います。エアフォースワンのヘビ柄です。新年一発目のスニーカーは、お正月ってことでめでたい色って言ったら、白赤とかだったんですけど、白赤の靴ってめっちゃあったりするんですから、2月にこのフォースワン、これじゃないですけど、ヘビ柄のフォースワンのローカットを発売するっていうのを聞いたので、ヘビ柄のねフォースワンね別の色ですけど持ってたんで、そちらを紹介しようと思います。あとねヘビってあと縁起がいいのもあるんで、一発目はちょっとヘビ柄のフォースワン紹介しようと思います。こちらは05年のモデルっすね。ヘビ柄も当時流行ってて、ベージュっぽいヘビと白っぽいヘビとこのね白黒のヘビと、あとスキンパックっていうヘビも出てましたし、黒に銀のヘビのやつも出てたんで、多分ヘビ柄だけだから4段か5段ぐらいまでなんかヘビが出てたんかな、もっと出てたかもしれない。数種だけヘビのやつもあったから、1足目とか2足目とかのヘビは欲しかったけど、多分僕がまだ高校生とかそんぐらいだったと思うんですけど、だから普通にね買えなかったっすね。3、4万とかまで高くなってたような気がしたんで、これも僕の地元の方では買えるものではなかったんですよ。その当時僕はヤフオクで購入したと思います。で2万ぐらいで買ったと思うんです。全体がこうね白黒のヘビ柄とかになってまして、でここがヌバックっぽい素材ですね。だからね、ガンガン履いちゃうとここ剥がれるんじゃないかなか。中端にナイキエアって入ってまして、あとヒール部分にナイキって入ってます。アウトソールこんな感じです。インソールにはプリント入ってまして、あとヒール部分にもエアって入ってます。05年だから若干だけど黄ばんでる感あるっすね。パッと見で分かんないぐらいですけど、ミッドソールもまだ全然元気な感じではあるっすね。ちなみにこちら大阪限定って言われてたんですよ、このヘビ柄のやつが。ただね大阪限定のヘビ柄のフォースワンって言ったらこれなんですけど、ただ大阪の僕はね分からないのは、大阪のナイキショップオープン記念のヘビ柄なのか、それか大阪のナイキショップのみで発売されたっていう大阪限定なのか、そこがねどっちだったっけな、わからないんですけど、でも一応大阪限定のヘビ柄のフォースワンって言ったらこれを指すことになるですね。なんかヘビ柄だからマダムとかが履いても似合うんじゃないかなーか。サイコメトラエイジだったが、天国に一番近い男だったかで、あの TOKIO の松岡さんが履いてたような気がする。でどっちかでズームライト96の、グレーのグラデーションのやつも入ってたっす。ちょっとねそこ曖昧なんですけど、ということで2月にねヘビ柄のこれじゃないバージョンの初期の方のヘビ柄のフォースワンが発売されるってのと、あと一発目ヘビって縁起がいいのもあってヘビ柄のフォースワン紹介させていただきました。マジ鬼ドブの一足なんで紹介させていただきました。以上です。どうー